山口さんの診断結果を知りたい、リサちゃんです。大丈夫、きっと明日は星5つかもしれない。はい、毎日お天気占いもチェックしてみてください。では、ここからはですね、お天気見ていきましょう。まずはいただいた最新ではなく、山口さんに伺っていきます。山口さん、よろしくお願いします。私すごい運がいいみたいで、うん、なんか名前の画数の運とか調べたことあります？あ、ないです。じゃあやってみていいですか、勝手に今度。怖いっすでもあの山口さんがやったことなくてもきっと、うん、番組ご覧の皆さんってあの、うん、この間も言いましたけどグッチルの方が多いじゃないですか山口さんのこときっとねご覧いただいてると思うんですけど、なんで水シャワーの影響を受けたのかすごい気になりますね。山口チルドレン、山チル、山チルですねグッチル、グッチルかなグッチル影響を受けた。グッチルの小学校3年生のあのですね、今日グッチルっていうあのワードを私が作ってしまったんですけど、あのですね、小学校3年生の男の子が山口さんに影響を受けて水シャワーを始めたいと言っているみたいなんですよやっぱり山口さんの影響力はすごいんだなと思いまして、見てください、これです。もうあれですよ、もうザ苦笑いですよ、ね、なので、そう、多いのでやっぱり勝手にもうフルネームで漢字で皆さんご存知だと思うので、多分もうこの後調べてると思いますはい、じゃあ私も後で調べるので後ほど山口さんの運勢もお伝えしますね。私でも申し訳ないですけど占いはね、はい、全く信じない人なんです。どうしよう、あ、でも、うん、そっか、どうしようあ、じゃああれはどうですか、性格診断で、それは占いとかじゃなくて自分がどういう人でどういう人と会うかとかは分かるんですよ、性格とか。それはあの個人的に山口さんの MBTI を知りたいのでちょっとやって、 MBTI です。そんな言葉あるんですね。ちょっとあのお手すきの際にやっていただければと思うんですがそれは嫌ですか、そういうのもあんまり、あの皆さんがやる分には全く、はい、あ、皆さんはできないんですよ。山口さんがご自身でやるしかできなくて、じゃあちょっと頑張って説得してみます